ラジオキャンペーン部門、もう大丈夫。今日の農場当番牛舎だね。牛の世話初めて。わ、びっくりした。え、想像と違う。なんか怖いよね。あ、今その牛怒ってんだよね。なんでですか？今日の朝子牛と引き離したの。え、かわいそう。どうしてですか？最初は、子牛と一緒に飼うんだけど、だんだん小屋離れしていくのに引き離してるんだ。なんか子供を返せって言ってるみたい。本当だね。ねえ、私たちがこの子の代わりに子牛の世話をしてあげようよ。いいね。ならこいつも安心だな。はい、お母さんが心配しなくてもいいように、しっかり育てます。大丈夫だよ。制作は青森県立三本木農業高等学校放送部でした。